朝取り明神に来てます。12月の冬至の日ですね、お祭りがあるんですけど、早朝に慶明三世といって小稽古どうやこう祭祀の方がやられて、で新年おめでとうございますというお祭りがあります。これがその時にもうこう火をつける、今はもう準備が終わった形ですね。以前撮影した時にやってられた方はもうお年だって亡くなられたそうなんですけども、次の代の方がやられてるということなので、楽しみなもの特徴的ですね。もう1500年ぐらい前からあるとされている朝取りの後日なので、でこのこっから先入らないでくださいね。こっから先っていうかこのここねここから先はね入らないでくださいね。まあ、締め縄をしたのが準備のために入ってる人がいるんですけど、そういう時はいいんですけど、そうじゃない人は入らないでください。一応禁足地ということになっております。この岩坂を中心とする御神体なんですよ、で非常に珍しい古代祭祀なので、まあ当時祭祀の時にね来ていただければ一番いいと思うんですけど、ちょっと車で来る時にあんまり大きい車で来ると大変なので、なるべく小さい車で来てください。何倍以下か軽かどっちかがいいと思います。はい、ぜひ散歩してみてください。